ちょ、あちゃんです。今ね、道の駅と裏緑買い物行ってからね、雨でね、ベタベタになって、買ってきたもの紹介。今日はね、鶏ももがなかったから、鶏胸買ってきて、3枚。もう3枚、鶏胸も3枚で、もう終わりやったみたいで、今日みんな売り切れた、ちょっとまず昼からまた入ってくんね、とやったけどね。で、鶏胸が1273枚で、で、1850円。で、鶏ミンチがね、500で、853円。鶏ミンチね。で、道の駅でね、オクラを60円やって、オクラ買ってきて、2、4、6、8、10、12本入って、2、4、8、10、12本入って、60円。それと、卵買ってきてんけど、卵がね、平飼い自由欄やねんけどね、初卵。もう普通卵なかった。初卵はね、ちょっとちっちゃいね。初めて産んだ卵やからね。ちょっと小ぶりでね。まあ、ゆで卵すんのやったらこれぐらいちょうどかな。大きすぎるよりもね、と思ってね。ゆで卵用にね、買ってきてんけどもね。はい。もうね、やっぱりもうお盆休みに入ってるから、道の駅もめちゃくちゃお客さん多いので、すごい雨やってんけどもね。で、中尾さんとかもやっぱりお盆休みやからみんな帰ってくるから、ね、焼肉したりとかすき焼きしたりするのに鳥がすごい売れてるみたいでなかってね。まあ盛況なことはいいことです。で、お盆休みでね、帰省とかやっぱ旅行してね、舞台来てくれることはありがたいなと思って。すごい他府県ナンバーも多かったしね、うん、なんやかんやで、ね、やっぱ舞台来てくれるっていうのはありがたいなと思ってね。うん、だから、今日ちょっとお買い物してきてね、まあ、ありがたい反面あっちゃんのお買い物がねほとんど何も買えんかってまあ仕方ないけどもね、まあ、これでちょっとお盆の間をねしのいでいきましょうということでね、うん、今日もね、今日12日でしょう。今日の食材ないことはね、冷凍に2品ほど魚、サバと酒があるから、ね、サバと酒使ってまた何か作れるんで、2日分は加工してやるね。で、鶏ミンチと鶏胸あるから、これでまあ2日分ほどあるから、12、13、14、15ぐらいまで加工して、あと16ぐらいに山下ろうかなと思ってね、まあお盆明けて、ここがね、仕入れがまたお盆中、なかなか仕入れなかったりもするし、人が多かったりするしね、明けてからまたお買い物行きましょう。はい。ということで、今日のあっちゃんのお買い物紹介でした。ではまたね。バイバイ。今日のお買い物紹介良かったと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。雨大変、ね。なんでお盆でこんな雨降るんだろうね。いつもやったらお盆ってよかって雨降らへんのにね。不思議不思議。今年はなんか天気がおかしいです。